はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、はい、新しい会社に入って、もうすでに3月半ばなんですけど、はい、最初は、2月の頭ぐらいにトラック来るで聞いてたんですけど、はい、いろいろ、いろいろありまして、3月中頃、はい、やっと、ボツは有給休暇明けですか？いや、違いますよ。違いますか？いろいろ仕事をしてました。仕事してましたね。はい、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 やっとね、やっと僕の乗るトラックが来ました。はい、今映ってますね、ここに。ちょっと映ってます。ちらっと映ってます。はい、最初の予定とは、ちょっといろいろ、事情も変わってきてまして。変わってきてまして。はい、まあ、とりあえず見てもらいましょうか。まあ、見てもらいましょうか。はい、もうこんなテッチホイールばっか映っててもね。そうですね。はい。ね、もうまずアルミホイールじゃないのがすごい残念なんですけど。もう磨かんホイール映すなよって感じなんでね。そうですね。はい。はい。はい、じゃあもう。だから引いてもらってですね。はい、はい、あ、引く、もう引いてる時点でこう出ちゃいましたね。出ちゃいましたね。はい、引いてる間で出ちゃいましたね。はい、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 はい。ということで。ということで、ボッツの、新しい愛車になる、イスズの、ギガやつですね。はい、届きましたね。はい、僕このギガほんまにもう近づくのすら初めてです。あ、ほんまですか？めっちゃ興味あります。はい、見て、いざ自分が乗ることになって、はい、いうわけではないんですけど、はい、ギガはギガでかっこいいですね。かっこいいなって思ってたんですよ。これなんか日本車っぽくないですか？ないでしょうね。なんかボルボか。でももうそこだけ一つ言わせてもらっていいですか？はい、はい、どうぞ。僕モッツァにこの間新型のギガかっこいいですよねって言った時、はい、のべんとしてますよねって言いましたよね。言いましたっけ？言いましたよね。まあ人ってその人ってさ、ね、あの、はい、環境があればのべんとしてるけどかっこいいですよね。やっぱね。そうなんですよ。はい、はい、でちょっとメッキもあるけど、入ってね、このギガのこのメッキがね、ね、はい、これなんかちょっと、なんていうんですか、はい、ゴールドっていうか、はい、茶色っぽいメッキじゃでしょ、これ。ちょっとくすんでるからね。くすんでるだけですか？どうですか？これだいぶに汚れてますね。たまにあるでしょ、はい、くすんだ、この茶色っぽいメッキの。はい。ここいいですよね。はい、ああ、ちょっとどこのところね。ああ。これ、中古です。中古です。2年落ちって聞いてましたね。ちょっと後でまた車検証見てみますけど、はい、でも、もうどうせボッツはすぐぶつけるからいいでしょう。そうです ね、 ね、はい、何でやねんでもね、はい、当初思ってたものとは違いますが、はい、これはこれでかっこいいですね。愛せそうな気が、はい、します。なんせもう早よトラック乗り立て仕方なかったので、はい、はい、これはこれで、今思ってます。じゃあ、はい、このギガに中見ていいですか？あ、じゃあ早速。これね、このね、新しいギガ、これがかっこいい。ちょっとメッキではないの残念ですけど。あ、メッキじゃ残念ですね。まあ、ほんなら、ボッツァより先中入っていいですか？ダメです。ダメですよね。まあ、とりあえずほんなら、はい、僕が新しく乗る相棒の紹介ということで、はい、はい、ギガ乗るのはね、すごい久しぶり。乗らへんのかい、はい、入らへんのかい、ギガ入りたくて、そうか、はい、ギガ乗るの久しぶりでね、久しぶりで、はい、ちょっとテンション。でもこのギガ乗るの初めて？これは初めてです、はい、僕乗ってたのはこれの前の前の前、この日本日本製のグリルが、あ、だいぶ古いやつです、はいはい、あれからだいぶ変わってると思います。あの某運勢に山ほどあったやつ、ありました、ありました、はい、そうです、ありましたね、はい、はいはい、ということで愛車紹介でした。愛車紹介、はい、一旦これで、はい、あ、わかりました、ありがとうございました、はい、はい。